花村菊江、1938年5月20日から2011年9月29日は日本の演歌歌手、コロンビア所属。夫は元プロ野球選手の伊藤幸男、東京府出身。1955年に第6回コロンビア全国歌謡コンクールで入賞し、コロンビア専属歌手になり、翌1956年にいつもあなたのことばかりでデビュー。 1957年の花の八つさんが初ヒットを記録すると、1960年に発売された板子花嫁さんが大ヒットして、その年の NHK 紅白歌合戦に初出場を果たす。翌年も出場。2000年には新曲板子母女を発売。2005年10月、茨城県板子市前川あやめ園の三角ポケット公園に、 板子花嫁さんの記念碑が建てられた。2011年6月12日、板子市にて、東日本大震災のチャリティーコンサートを開催。板子花嫁さん、板子の雨などを披露して、健在ぶりを示したが、その約3ヶ月後の同年9月29日に、蜘蛛膜下出血のため、東京都世田谷区の病院で死去。73歳を打の春市長は、 イタコを心から愛していた花村様を失い、市民にとっても大きな悲しみとなりますとコメントした。没後の2011年12月11日に、イタコ市と水京イタコ観光協会の主催で、ありがとう菊江さん、花村菊江さん感謝の会が開催されている。イタコ花嫁さんの石踏み、ありがとうございます。